おはようございます。それでは平和98の、県公演を始めさせていただきたいと思います。高知はですね、広島ご出身で、私の1年下の同僚なんですけれども、芸術界の前幹事長されてました影山義雄主婦様に、今日お受けいただきました。お母様は女性連合の方でですね、ずっと今まで活躍してまいってこられてですね、皆さんご存じだと思いますけれども、それで、今日は非常に楽しい、いいお話が来てるんじゃないかなと思っていただいております。主婦様、どうぞよろしくお願いします。神は言われた。我々にかたどり、我々に見せて人を作ろう。神はご自分にかたどって創造された。主なる神は土アダマでの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。私たちのキリスト教の信仰の根本にある内容は、神が天地万物を創造されたということです。そして人は神にかたどって作られたという。神の像を作ってはならないと言います。なぜ？それは神について考えるときに人を見ればわかるということです。一人一人は神のかたどりです。人類全体がというよりも、一人一人が神によって塵から作られ、命の息を吹き込まれています。一人一人は個性豊かなユニークな存在です。イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。マルコ福音書によれば、これがイエスの召し出しの根本です。イエスは自分が神のから愛されている子である。そして心にかなう、神の心にかなう存在であるということを、心にかなうものというふうに訳されていますが、別の訳では私はあなたを喜ぶという意味があります。イエスはここでただただ自分がそのような存在というだけではなく、イエスの後の生涯を見るならば、すべての人が神に愛された存在である、神の子である、そして神の心にかなう、神の喜ばれる存在である、そこを悟られたのではないでしょうか。そして私たち一人一人が神に愛されている、愛されているというのはどういうことかというと、神にとっては神と同じ相手、対等な存在である、あるいは神にとっては私たちが主である、主人であるということです。愛するというのは同等に愛する、あるいは場合によっては自分の命を捧げて愛する。イエスがしもべの姿をとって弟子の足を洗われたように、
ご自身が私たちのしもべになって自分を低くしてくださる。それが私たちのこの神との関わり、神の側からの関わりであるわけです。創世記の言葉、そしてまたイエスの言葉を現代的に表現するならば、どのような表現になるでしょうか。一つの定義があります。すべての国民は個人として尊重される。聞いたことはあるでしょうか。第13条です。私は憲法の根本的なアイデアはどこから来るか、すべてのインスピレーションはこの第13条のこのすべての国民は個人として尊重されるという、そこから来ていると思います。ただただ人として尊重されるというのではありません。個人として尊重される、一人一人がユニークな素晴らしい存在で、どのような存在であっても素晴らしい存在なんだと、そこが出ています。ここから国民は全ての基本的人権の共有を妨げられないということも出てきます。そして第9条は、いわゆる戦争放棄は、実は全ての国民はだけではなくて、全ての地上に生きている人は個人として尊重される。戦争というものをまさに自分の国だけでも周りの国の、その個人の尊重というものを破壊していくものであるからです。まあここでやはり、まあ、実は国民じゃなくて、全ての人はというふうにできたらいいなとは思ってるんですけど、まあこれ憲法のこの、まあ、限界でしょう。今日の成果にもありました、戦争は人間の仕業です。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です。この広島の町、この平和記念制度ほど強烈にこの真理を世界に訴えている場所は他にありません。また平和メッセージの中に、過去を振り返ることは将来に対して責任を担うことです。広島を考えることは核戦争を拒否することです。広島を考えることは平和に対して責任を取ることです。広島ということについて考えてみましょう。もちろん1945年8月6日午前8時15分、エノラ・ゲイがリトルボーイを投下して多くの人々が殺されました。このことについてさまざまな形で本当にこの核廃絶というものが進むことがいいでしょう。そして、この使命というものを広島の教会は持っていると思います。でも今日は広島を考える、その以前の広島で広島の歴史を振り返るということです。明治維新150年と言います。広島ということを考えるときに、私は広島の150年の歴史、2つの節目というものがあります。一つは1945年の8月6日です。でももう一つは1894年です。広島という町が変わっていく、日清戦争が始まった年です。そしてその戦争の遂行のために
1894年6月5日大本営が設置されます。大本営というのは軍部の統帥部ですね、であるわけですが、最初に東京に設置されます。しかし9月13日には広島にこう移転しています。そして天皇も9月15日に広島に着きます。天皇が広島を去るのが翌年の95年の5月30日です。227日間のようですが、その間、広島というのは、ある意味で臨時の首都の役割を担います。第7回帝国議会も元の町にその建物を建てて、急に作ってですね、どうも安伏だったらしくてですね、後で数年間して、取り壊してます。でも、元町に、皆さん広島の方ですよね、元町とか言って分かりますからね。そういうことで、そしてなぜ広島に大本営が置かれたのかというと、一つ関係しているのは、その94年の6月に広島まで、東京から広島までの鉄道ができます。それが他いろんなところにできてるんですけど、東京から直結して西の方に向かうのは、その時に広島までできている、そういうことです。それから、94年の8月には広島駅と宇品港を結ぶ宇品線って昔あったんですね。この宇品港がこう開通しているということで、そういうような理由もあったと思います。戒厳という言葉ご存知でしょうか。戒厳令を敷く、戒厳。これは帝国憲法第14条、天皇は戒厳を宣告する、戒厳の要件および効力は法律をもってこれを定めます。そしてこの戒厳が最初に出ているのが、94年の10月5日、この憲法、帝国憲法の第14条に基づいて、宇品地域でこの戒厳が敷かれています。宇品港からこの戦争に出る軍隊に行って、ですから、そこを戒厳にする。で、当時もですね、これ必要性があるというよりも、むしろ戒厳令を敷くっていう、そして国民に、この、なんていうか、強い影響を与えるんだ。そういうようなことが目的だったと言われています。ですから戒厳というものに敷かれるのが、最初に敷かれるのがこの広島、この宇品ということになります。日清戦争が始まります。そこでこの宇品港から軍隊が出ていくわけですけれども、最初に清国、中国、当時の中国ですね、秦国の軍隊と交戦、戦いを始めたのが第五師団、これは広島の師団です。そのそこからの一部が旅団を作ってですね、総理の南で秦国の軍隊と交戦している。で、この戦いが明治史以降初めて、日本軍が外国の軍隊と交戦した舞台になります。沖縄や北海道のことをどのように捉えるかというのは別にすれば、最初の侵略戦争、そしてその担った舞台というのがこの舞台越しなんかの で作られた旅団であるわけです。少しその第五旅団の第五師団ですね、話をすれば、このようにして日清戦争で、その後は
1900年に中国の北部で義和団というこの事件が起こりました。で、これは当時中国に対してですね、ヨーロッパのいろいろな国々がこう特に経済的な侵略を行っていくという、そういうような中で、そしてキリスト教を布教していくんですが、あるグループは随分強引にいたします。いろんな向こうの神社仏閣、神社仏閣といいますか、そういうものを壊したりですね、とにかくそういうようなことで義和団の事件が起こります。そして、ヨーロッパの諸国、アメリカ、そして日本と戦争になる。北京の清王朝が宣戦布告するんですけれども、このそこにまた出ていくのが第五師団であるわけです。まあ、その戦争の結果、もう圧倒的に、このいわゆる連合国7カ国が、勝利を収めて、北京議定書というものが結ばれ、連合国は、北京や天津に、軍隊を駐留し、多額な賠償金を得ることになります。まあ、このようにして中国が植民地化、さらに本格的になるんですけれども、皆さん盧溝橋事件ってご存知ですか？日中の戦争が本格化していく一つのきっかけですけど、なぜ日本軍がそこにいるのか、この北京議定書なんですね。北京議定書によって日本の軍隊が駐留している、そういうような状況で、あとは日露戦争、これもですね、皇天海戦とかさまざまなところでこの第五師団というものがこの戦争の非常に重要な部分を担います。その後第五師団はシベリア出兵、このロシアで、革命が起きます。1917年、そして共産党の政権ができます。でそれに対してロシアで内戦が起こっていきます。それに反対するグループ、それに、この関係して、これ第一次世界大戦と関係してますけれども、そういうようなところで、シベリアにですね、いろいろな国が軍隊を送るという、そういうことで、日本が実は兵隊の数も決まってたんですけれども、日本はその決まりよりもはるかに超えた大きな部隊を出していきますけれども、そこで出ていくのが、最初にこう出ていくのが第12師団、これ小倉の、ある師団です。そして、第5師団もまたそこで、出ていくわけですけど、ここでこのシベリア出兵で、非常に問題になるのはですね、この相手が、まあ、共産党の政権の軍隊であるわけですけれども、それに、対して、パルチザンであるんです。要するにいろいろな人たち、いわゆる正規の軍隊ではなくて、いろいろな人たちがその出兵に対して反対するという、そういうようなことを行うわけです。でそこで結局何が起こっているのかというと、これは第5師団ではなくて、第12師団の中の旅団長、山田四郎という少将ですけれども、師団長の、これ第12師団の師団長の命令に基づいて次のような通告を出しています。日本軍に敵対する過激派軍は付近各所に散在している。日本軍としては彼らが時には日本軍を攻撃し、時には一般市民を装うので、実際に誰が敵なのか判別することはできない。そのため今後村落の中に日本軍に敵対するものがあるときには、容赦なくその村の人々が過激派に加担するものと認め、その村落を長期焼き捨てるべきである。そのような命令を出していきます。そして実際にそのような悲劇というものがこの行われていくという、その後の
中国との戦争はいろいろな戦争の非常に、この酒舟そういうようなこのことがこのシベリア出兵というもので起こっていきます。でこのシベリア出兵とこの関係している日本の中で、おそらくこの150年間の歴史の中で民衆の最大の、騒乱といいますかが起こります。それが米騒動です。で、この米騒動よく1918年の7月23日に富山の魚津で起こりましたと言われています。で全国各地にもう飛び火していきますが、実はこのその米騒動が一番大変だったところはどこかというと、福岡北部からずっと広島あたりまでが一番大きかったと言われています。米の値段がどんどん上がっていく。しかしそれとこのシベリア出兵でさらに上がっていく。でシベリア出兵でこの軍隊を、各地から動くんですけど、さっき言いました小倉の師団です。それから第五師団です。広島県で最初に、起こるのがどこかというと三好なんですね。三好ってご存知ですよね。8月9日に最初の米騒動が起こり、でこの8月9日というのは、第5師団がシベリアに、派遣される、その動員令が出ている日なんですね。そして広島には8月11日こう人々が夜集まって、そして12日13日と米問屋とか小売店を襲っている。で広島県や山口県各地で起こっています。そしてそこで出動するのがシベリアに派遣予定が動員令が出ている第5師団です。で第5師団が、動いて、そしてこの鎮圧していく、少なくとも宇部だったと思いますけれども、この発砲しています。発砲して射殺されている人がいます。そのような状況ですね。呉でも大きなものが起こって、呉では海軍の陸戦隊が出てきます。ですから軍隊というのはただいわゆる国防あるいは外国相手のものだけではありません。それはこの日本における治安というものを補っている、そういうようなものです。またこれについては時間があればお話します。その後ですね、先ほど申しました土工橋事件というものが、1937年の7月7日に、起こり、その後この第5師団もいわゆる北部していますか、中国北部に出て、そして非常にこの重要な作戦を担っています。そして中国の南部にも作戦を展開しています。この第5師団が抜けた後の北支方面軍ですけれども、1940年に、北支方面軍の第一軍参謀長の田中少将はこう言っています。敵根拠地を殲滅掃討し、敵をして将来生存する当たわざるに至らしむ、これが要するにこの徹底して、この奪い尽くし、殺し尽くし、やっつくすると
というふうにこう中国側が表現する、そういうような写真、その、まあ、一つの命令であるわけです。方面軍の師団長の日記によれば、この敵の宿営可能、敵が宿営不可能の程度に、村落を焼却すると、そういうことが起こっているということであるわけです。まあ、このようなこの作戦が展開されていきます。1940年、ドイツはフランスに侵入します。そして6月には休戦協定がフランスとドイツの間で結ばれます。で、その後、その協定と関係しながら、日本はドイツ政府、それフランス政府と関係しながら、ベトナムへと軍隊を進めます。北ベトナムに、この方を進めます。で、第5師団もベトナムに侵入していきます。さらに、いわゆる真珠湾攻撃、1941年の12月8日であるわけですけれども、真珠湾攻撃の方がどっちかというと有名ですけれども、その日に第5師団を含む第25軍はマレー半島に上陸し、それからイギリス領マレーに侵入し、そして1942年2月にはシンガポールを陥落しています。この戦争の中で第5師団は非常に重要な働きをしています。さて、2月15日にイギリス軍が降伏して、17日に、この第5師団の歩兵第9旅団長、河村少将がシンガポールの警備隊司令官に任命されます。そして、この部隊、警備隊が、憲兵と関係しながら命令を出しています。中国人の抗日分子、抗日、日本に抵抗する、分子の徹底して、選別して、殲滅する、粛清する、粛清しています。どういう背景があるかというとですね、日本軍が中国にこう軍を進めていく、その中で中国のいわゆる民衆の中にナショナリズムというものが起こってきます。そして、シンガポールにはさまざまな人たちがいます。インド人もいます、マレー人もいます。しかし、中国人たちも多くて、この、当時はシンガポール人とか、マレー人という意識じゃなくて、自分たちは中国人という、そういうふうに日本との戦争の中で、いわゆるナショナリズムが起こっています。その中で中国の政府を助けようという運動が起こり、そして募金運動をします。そしてそれが中国の方に行くという、このそういう流れであるわけで、実は戦争始まる前からスパイ活動によってどういう人が募金、金持ちだけじゃなくてですね、一般の中国の人、人力車運ぶ人とか、そういうような人までもわずかな、献金していますので、占領して、すぐに中国人集めて、そして抗日分子と認定される人、これなかなか難しい。でもとにかくそうやって集めてこの人たちはというので、これ機銃掃射をしています。そういうような形です。どういう基準かというと、これいるんです。第二次世界大戦であちこちで顔を出す名前で辻三宝というのがあるんですね。辻三宝はですね、部下にですね、シンガポールの人口を半分にするつもりでやれと指示を出して、で無関係の多くの人々が犠牲になったんです。
川村省庁の法廷の証言は、4、5000人でも日記ではそうですね、でも5万人ぐらいではなかったのか、3分の1人が5万人処刑する予定だったけれども、その半分は粛清したというふうに話していたという新聞記者に話しているというような話だけです。で、処刑だけではなくて多くの家屋が略奪され、多くの女性が強姦されるそういうようなところであるわけです。私は去年の6月にこういうような資料館もあるので、シンガポールを訪れました。で、朝はこの英語のミサが政府内状況、シンガポールの政府内状況下でやってました。そして、その日の福音書はですね、この兄弟にバカと言っちゃいけないとか、そういうところで、早くこの和解しなさいというところの福音書でした。そしてその50歳ぐらいでしょう、その神父はこの説教の中で、でも和解というのはなかなか大変なことですよと。私たちは日本が何をやったのか、私たちは覚えてでも日本人の多くの人は知らない。なかなか許すことはできない。で、そのことだけではなくて、東ティモールやカンボジア、彼はカンボジアで発見されて、いたって言いますけど、そのカンボジアでもポルポト政権がやったこととか、あるいはベトナム軍がそういうことなかなか許せない。で、じゃあそういう中で和解っていうのは一体何なのか、お互いにこう両者が本当に徹底して向き合って、この話し合う、祈り合う、そういうような中に精霊が働いて和解というものが成立する。そこを長い長いプロセスをしなきゃ、歩まなければ和解というのは成立しないんだという、そういう説教をしていました。私もそうだと思います。まあ、その後第5師団はですね、フィリピンに行きます。それからインドネシアに行くということですけれども、この第5師団の最後はどうだったか、インドネシア2団でですね、いわゆる直接戦争に、戦闘地に送られませんでした。で、上層部はこれじゃいけないというのでですね、このインドネシアの海東というところにいた第5師団の第11連隊を移動させることにいたします。でも移動するって言ったのも、制海権、制空権、完全に連合国というかアメリカ軍の元にありますから、何をしたのか、橘丸という、そうですね、橘丸、陸軍の病院船です。しかも正式に登録してある病院船です。ですからこの船は、病院船ですよというのを連合軍というかアメリカ軍にも通達しています。で、そこにその11連隊の1562名が乗せられてシンガポールへと向かいます。でもみんな白衣をまとって、そしてカルテもちゃんと用意している。そして軍服とか、いわゆる武器はこの戦争に隠してあるんですけれども、そこに全部赤十字の旗をつける、旗と言いますか、表彰をつけて、そして、いるという。で、結局これは国際条約によって、この保護されるんですけれども、でも、見つけた時にそれをこのチェックすることができることになっています。そして米軍がそれを見つけて
これ8月3日です。米軍に拿捕されて結局捕虜になる、そういうことになります。その派遣した軍隊が何も戦わないで、このなんか反乱が起こると良くないんでですね、この将校たちはアメリカの艦艇に移すんですね。そして立花丸はその、まあ、兵隊たちに、そういう形でまたするんですけども、結局この責任を取るというような形でしょう。8月15日に第5師団長のと、それから参謀長は自決しているという、そういう、それがこの第5師団の最後になるわけです。各師団はニックネームといいますか、通称を持っています。北海道札幌にあるこの第4師団、第7師団熊、それから第4師団大阪は淀、この辺師団宮、広島は恋なんですね。カープなんです、まあ、こういうような、広島というなんかそういうような、まあ、まあそういうことですね。まあ、ただ広島のことを考えると第5師団だけじゃなくて、その宇品港、これはやはり陸軍にとって特別な存在でした。そこから、どんどん軍隊が出ていく、そしてこうその将兵たちが戦地であるいは植民地で何をしたかというものが市民問われる。まあ、そもそも日本の軍隊、まあ、アジアのため、戦争を始めるときには、アジアのためとか平和のためって言うんですけども、でも本当に そのためだった、いや、そもそも日本の国民の幸福っていうことも考えていたかどうか、どうなんでしょうか。私は沖縄に、時々訪れます。その時の沖縄の軍隊と沖縄住民の関係、あるいは戦争が終わる時にこのいわゆる昔の満州にいた軍隊、もうたくさんの日本人がいる、でもどんどんこう南へと真っ先に軍隊が引き上げていく、そういうようなことっていうものを考えて、本当に軍隊というのが何のためにあったのかということを、本当にこのいわゆる国体ってありますよね。若い人と話しているとこの辺でちゃんと理解してないと、国民体って言われると思ってしまうわけですね。いわゆる天皇を中心とする国民、まあ、国家の制度ですね。そういうために軍隊、天皇の軍隊が、まあ、明治維新というものの、こう日本の歩みというものの一つの部分ということであるわけです。でも軍隊があるから戦争を起こすことができるというものではありません。軍隊戦争するというのはものすごい力、まあ、金もかかるし、国家全体のことであるわけです。ですからその国家体制というものを作っていく必要があるわけです。まあ、富国強兵、ちょっと説教でも話しましたけど、そういうようなこと。でも、それだけじゃなくてですね、国家のためには、人を殺すことが良いことなんだということを徹底して教えなきゃいけない。ですからそういうようなシステムですねは、どのようにしてできていったのか。一つは教育です。教育、そして教育、それを支えているのが教育直後であるんです。
まあ、でもちょっと今回は教育については割愛しておきましょう。ただ一つだけ、教育については広島というとですね、イエス会はこの教皇の指示によって、大きな学校を作るようにということで日本にもう一回来ます。そして、いわゆる女子大学を作っていくんですけど、高等教育だけじゃなくて中等教育も作ろうとします。そして、最初に中等教育のための土地を購入するのが草津です。草津、1925年に教皇ピオ17世の支援を受けて草津に、中学校を、当時の中学校ですね、建設のために土地を購入しています。しかしこの草津っていうのは皆さんご存知でしょう。三好じゃないね。当時の広島、草津ご存知ない。広島のね、要するに海岸沿い、今海岸沿いじゃないかもしれませんけど、昔海岸沿い。宮島線ってね、昔ありましたね。今もあるね。今もある。草津っていう。でもう草津っていうんですから津ですよね。 そこに、そこで、土地買ったんです。でもこれ圧力かかって、つまりですね、外国人が住んだり、出入りするようなところがこの広島湾の、しかも言うんですが広島湾っていうのは、この海軍の艦艇が集結しているところですね。機関、この旗の船が柏島でしたっけ、岩国って分かります、柏島っていうのがあって、そこに第一で軍艦が泊まってたっていう、そんなで広島は全体がそういうような船の、鎮守府ですか、と関係しながらですね。だからそういうところで、で結局、土地売ったっていう、そういうので、それで土地散々見つけようと思って、それで神戸に学校を作るという。ですから神戸の学校だけが、この六甲中学校ですね、六甲中学校が、戦前のにできた学校ということです。はい、こういうような歴史。でももう一つやはりこの大切なことは要するに宗教です、いわゆる国家神道と呼ばれるものであるわけですね。それがやはりこの進められていくわけです。そのシンボルになるこの施設がいわゆる今でいう靖国神社であるわけですね。でもそれだけではなくて、各地方には、いわゆる護国神社というものが作られます。この広島においてはですね、その先触れになるものがですね、この明治元年にすで、に、広島藩主によっていわゆる戊辰の役、明治維新の時の特に北の方ですね、東北などのことで、その犠牲者78人を祀るために、双葉の里、双葉の里というのはまたローカルなるこの、ね、広島駅の方ですよね、あっちのあそこに作られます。で、この水槽霊社と呼ぶんで
水の草の霊の霊は霊魂の霊でしたというふうにして造営されている。そして、廃藩置県、1871年に、これは政府の元に置かれます。そして74年からはその神社は神社といいますか、その施設は地層、まあ、土地の税金でいう、そういうものも免除されて、そしてあとで昇魂社、魂を招く社という社ですね、そういう名前に、これ全国で統一することになります。あちこちでいろんな名前があるというないで昇魂社となる。広島も昇魂社になり、そして1901年に広島昇魂社になっています。で、1934年に、そこでいろいろ問題があるというので移転して、そして、昔というかちょっと前まで市民球場あったところにその広島昇魂社、そのようですね、そしてこの39年に、まあ、これ広島だけじゃなくて護国神社となるというそういうような形です。基本的にはそうですね、まあ、そういう形です。基本的に全各県一つです。各県一つですけど、広島っていうのはよっぽど西の人と東の人が仲悪いんでしょうかね。福山の方は絶対それ許さないというのでですね、福岡に、神社、護国神社ができてます。島根県もそうだと思いますけども、まあ、そういうような形です。まあ、場所柄要するに8月6日、完全に、この焼けて、でも鳥居は残って、でそれが RCC のところにありますね、あの鳥居です。まあそういうような形でそれでもうなってるんですね。もう消滅してる。ところがこのまた再建されているということなんですね。これ広島だけではなくていろいろなところで護国神社、戦災で、焼け落ちています。あるいはまだ作っている、ものもありました。例えば宮崎県では、この建築中でもう、それで戦争終わってるから、それでも建築ストップしてる。熊本県でもそうですけど、宮崎県では1955年に竣工、そしてこの熊本県では57年、そういうような形であるわけです。しかも護国神社というのは、戦争が終わった後名前を変えてます。例えば姫路では白鷺ね、とかですね、まあ、そういうふうになっている。それでサンフランシスコ条約が1951年に署名されて、翌年発行してますけれども、これを待ってたんでしょうかね、待ってかのように、このまだ名前もまた護国神社に変わっていく。そして、それだけじゃなくてまだできてないところもまた建築が進んでいくというところで、それで、全国の中でですね、護国神社、まあ、時は靖国がありますから、ですないのは神奈川県だけです。で神奈川県は、実は、もう土地も買って、戦争中に買ってですね、いたんです。そしてもうできてて、で横浜の大空襲で焼けてしまうんですね。それでその跡地には1953年に横浜市の戦没者慰霊碑などができています。
そして、またその同じ年には場所は違いますけれども神奈川県戦没者慰霊堂が作られている。でそこに戦没者と、戦災者の名簿が収められている。こういう過程で神奈川県はこういうプロセスを取っています。でも広島県も疑惑を打ちて結局今の広島城の元ですねのところにこのできているということです。じゃあ護国神社の目的は何なのか、お参りすることでお参りすれば神様の力が強くなる、その力が強くなることで日本を守ってください。これはあの最近の、滋賀県の護国神社の宮司の言葉を引用してますけど、結局戦争を美化し軍国主義推進のために実際には利用されていました。そういう存在です。広島の場合にはですね原爆で犠牲になった動員学徒、女子挺身隊などの1万人も、そこにお祭りしているということになるわけですけども、やはりそういうような、存在というのがあって、そしてまたその護国神社ではこの自衛隊の公務で亡くなった方もお祭りしているということです。これはあの、広島のことではないから、裁判についてしませんけど、山口ではこれはあの、キリスト教と関係してますけども、そもそも、そういうような手続きを誰がしているのか、国の組織が関与しているかどうか、それから、個人の信仰の自由という、ことですね。そういうようなことをめぐって、裁判になって、これは最高裁まで行って、また最高裁でも参考意見にして判事がこう出しているというような、そういうようなこともあるということです。こういうような形でこの動いていくわけなんですけれども、ただ学校教育と国家神道という宗教によって、この国体というものが維持される、あるいは、推進されているかというと、そういうふうにはいかないわけで、やっぱり、法律とそれから強制力というものがこう必要になるわけです。で、このもちろん私たちはまず今年この150年といいますけど、明治新150年裏紙の信徒たちがあちらこちらに、流されていく、この150年でもあることを忘れてはなりません。最初に弾圧するのは他でもない私たちのキリスト教カトリック教会であったわけですね。しかし、国家全体で考えるとやはりこの1925年の治安維持法、もちろんその前に、治安啓発法というのがあるわけですけど、治安維持法というものがこの成立しています。そして、それによってその目的というものは何かというと、国体を変革しようとしたり、私有財産を私有財産制度を否定する、そういうことを目的にする結社組織を豊島市の対象といたします。そして、この制度はですね、できた時には死刑とかそういうの入ってませんでしたけれども、そういうようなものができるような可能なものにこうしていくというような法案を作ろうとします。そして憲法議会出しますけれども、
野党が反対します。野党が反対して、その案通らない。で結局何にしたかというと、当時は奥の手があるんですね、緊急直令、緊急直令、これまあ内閣それから枢密院など、の審議必要ですけれども、緊急直令によって取り締まりをさらに広げて、結社そういうようなもので結社に少しでも関係していると判断されるもの全てを取り締まることができる、そして試験をできるようになります。これは田中圭一内閣、まあ翌年もう緊急直令ができてますから、翌年議会それで通す、そういうように、まあ、緊急直令で通されると出されるとなかなか議会で否定できないんですね、まあ、そういうようなで、どん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 、学問の世界、社会科学の学問の世界に入り、そして宗教へとこうその範囲が実際に広し行われていく。この広島でどうかっていうと、この社会主義運動とか労働運動っていうものが活発になるのは、この、まあ、明治史などだんだん活発になるんですけど、特に活発になるのは先ほども言いました、1918年の米騒動の後です。その後、いろいろな形で出ていきます。そして、共産党を作ろうとか、その関係の労働組合を作ろうという運動が起こってきてですね、1929年にそのグループが集まって、密かにというので、7月にですね、御嶽に遠足に行くという、ことを装ってそこで話してるんですが、これがやっぱりチェックされてるわけですね。で結局御嶽の観音さんで、御嶽っていうのはどうやって説明すればいいんだ、ちょっと北の方、ちょっとだけ北の方、川の方ここから歩いて1時間ぐらい長塚の近く、長塚のちょっと南、まあそういうところでですね、で警察はそれを知って10月に逮捕して、4人が治安維持法違反で実刑判決を受けています。でもまあ31年には共産党と深く関係する労働組合が成立して、いますけど、これも治安維持法によって、百数十人が検挙され、広島です。そして4人が実行判決を受けているという形です。で、検挙を逃れた人が今度は宇品の方の畑でですね、密かに、集まってですね、どういうような雰囲気だったんだろう。それで、共産党中国地方委員会というものが正式に発足していると。でも1932年の3月に304人が検挙、広島ですね、22人が起訴、そういうような形、34年にも131人が検挙されている、そういうようなで、まあ、いろいろな形で出ています。で宗教団体で、特に徹底して弾圧を受けるのは、当時は東大社、海の東大ですね、これ今エホバの証人、エホバの証人です。これ兵役拒否、を徹底してやりますね、ですから、そもそも天皇は神でない、それから宮城よ、宮城ってあの役所の宮城じゃなくて皇居ですね、皇居、そちらの方向で、まあ、そういうところで、これはもうあちらこちらですけれども、日本ではですね、この第5師団の第5師団の師団長から、陸軍大臣に東大社の黄金時代という月刊誌を作って、それを憲兵隊が入手する。
でそれについて、その入出したものと報告を送っています。そして、このそれ以降高台者に対する統制というのが強くなっていますが、実はそういう統制はただただ警察が行っていただけではありません。警察にも特別な組織ができますけど、憲兵もそうです。そもそも憲兵というのはどういう存在なのか、MP ですね、ミリタリーポリス、軍隊の中のものです。いろんな国ではでも日本でできるときにはですね、これは陸軍大臣だけではなくて、いや海軍大臣だけではなくて、内務省、これ警察関係ですね、内務省と司法省、その3つが合わさって、出てくる。しかも法律的な知識が、最初は、このいわゆる憲兵のある人、いわゆる陸軍省から省ないというので、内務省から憲法の警察が憲兵になっている、そういうような形です。ですから軍隊に対してだけではなくて、国内占領地作戦地で治安維持や、それから防潮とかスパイ活動を防ぐ、あれです。スパイ活動を防ぐためにスパイ活動しなきゃいけないんですね。そうじゃなければ全然スパイで分かりません。そうでしょう。とにかくそういうような広い任務を持っています。ですからシンガポールなどの憲兵という言葉が何度も資料館に出てきます。日本語で出てくるのは憲兵と粛清という、言葉が何度も出てくるわけですね。とにかくそういう存在です。でも国内でも彼はいろいろなこのいわゆる治安維持の活動を行っています。例えば明治時代は自由民権運動、あるいは公害でした日本で最初の大規模の公害、足尾銅山ですね、そういうのも警察だけの憲兵がいろいろと調べているということですね。あるいは普通選挙運動とか労働争議とか、いろいろなそういうところで憲兵動いているところであるわけですね。しかも1928年には憲兵の中に思想担当の部門が置かれています。思想ですね、宗教なども含む思想などの部門が置かれています。ですから、そういう形で東条内閣のことをよく憲兵政治って言ったりしますけれども、こういうふうな形で憲兵隊というのがあったという、私たちのカトリック教会というものもこのさまざまな形で制約を受けたり弾圧を受けたりしています。一番激しかったのは奄美ですね。奄美大島、奄美大島分かりますね。鹿児島の南の島です。でそこは特にフランス海がこの、選挙を始めてですね、いるわけですけれども、そして大きな成果があり、そしてカトリック学校もできます、そういうようなところですが、この奄美大島要塞司令部は、カトリック教会について1935年にこの報告書、カトリック教教義は国体、国民精神に相入れず、かつ部落の統一、平和を害する、こういうことである。そこで司祭、修道者は追放されます。そして、この教会の幹部たちは、なんとかそこに司祭を送り込もうと、長崎教区のからも入ろうとする。全部断られて、しまっています。
信徒は非国民、そして、スパイ容疑を受けます、学校できたのは1924年です。大島高等女学校で、まず町内会が、その学校廃止すべきだと決議して、文部省もそれに認可して34年に廃校、そういうような形です。そして、警察あるいは町内会とか、そして軍部もカトリック信徒を集めてカトリックなんかやめてしまえというですね。憲兵は、天皇とキリストとどっちが偉いのか、そういうような質問を、質問をしていると。それからこれ当時の新さんの証言ですけれども、とにかく防火訓練、ね、防火訓練だと称して消防団がですね、カトリックの信徒のところを目的地にしてですね、そして高圧の水をあとかけて、いくというような、そういうような形として、して十字架やロザリを取ったり、祈祷書を取って、もう水浸しで夜には屋根から星が見えたそういうようなことがなされて、それから教会役打ちになってたりするという、そういうような現実にこの戦争のといいますか1930年代起こっているということですね。この話、準備してて、そしてさらに、先ほどのミサの前後編にいたんですけど、斉藤俊さんは刑務所に入れられて、斉藤俊さんだろ、斉藤春雄俊さんはね今の斉藤俊さんに若くない方斉藤俊さんで、私はミサさんの教会でしたから、ミサさんって後編ですから斉藤俊さんが主任であったんだと思ってます。彼はこの下関の彦島教会の主任だったと思います。あの時には法政教会というのがあるんですね、中山俊さん覚えてる、ここの主任やってましたね、ちょっとお金しみさんでしたね、もう二人ともお金しみさんでしたね、私も高校生からやってましたから、高校生からお金が必要な時だけ私のところに来るっていうね、まあ、とにかくですね、そうですよ、そのあたり、とにかくそういう佐藤俊さんは何か刑務所に入られるだと思います。それから藤沢俊さんって覚えたでしょ、藤沢俊さんで、私藤沢俊さんから聞いたんですけれども、藤沢俊さんはいわゆる公共よりは長塚にいらっしゃるだったと思う。で、長塚から出てくると警察がいて、でどんな話をしたかって、そういうふうなもの、いろいろと詰問されたという話を聞いていますそういうような状況だったということです。明治維新といって、やはりこの150年あるわけですけれども、さまざまな形でこのなかなかそう光と闇っていうのを一つに関連してますね。先ほど言いましたけれども、1925年の治安維持法のその帝国議会では普通選挙法が通っています。で、その内閣では何をしているかというと、軍縮、陸軍の軍縮を加藤高木内閣、とにかく陸軍の軍縮などは、海軍の軍縮はですね、海外との条約で、決めるんですけれども、この陸軍の軍縮などをこうなんて、これその内閣統制権侵犯じゃないかと訴えられるんですけど、
そういうのがないわけです。ですから、必ずしも軍国主義一本で言ってるという時にできた法律ではありません、治安維持法でも。結果としてそういうようなことになってきます。それから実は戦争と、この普通選挙というのは関係しています。つまり戦争で多大な犠牲を出している、それまでは金持ちでした、お金を出している人が投票権を持ってました。男子でも日露戦争、特に日露戦争で、亡くなっているというのは普通の国民、むしろ貧しい人たちです。でそういうふうにして、この戦争と選挙、普通選挙というのは関係しています。つまり逆に考えれば戦争を完全に遂行するためにはいわゆる国家全体が総動員されなければいけない。総動員されるんだったら維新の表明もできるような、そういうような社会でも結局総動員をしていく、そういうようなシステム作りというものがこうできていくわけです。まあ、過去について、ですけれども、なぜ、過去というかいろいろな明るいこともいろいろあるわけですけど、こういうことに話すかというと、私たちキリスト者ですね。私たちミサで最初に何するんでしょう。改心の儀ですね。私たちは自分たちの罪深さとか愚かさとか、そういうようなことを本当に認めなければ私たちは神との一致というものを歩むことはできないんです。それはキリスト教に限りません。私たちが自分の過去のさまざまなことをしっかりと見据える、それが必要です。でも日本だけじゃなくて、私は目隠しっていう表現を使うんですけど、目隠しさせる、草山の蓋って言いますね。そういうようなこと、そういうふうにしていろいろなこう教科書問題なんかも関係しますけれども、でも教科書だけじゃなくて国民みんながその戦争のあったその軍隊だけではなくて、いろいろなというのはさっき言いましたように、総動員です。宇治なんかに軍隊出ていく時には旗振った子供たちがいることでしょう、ね。まあ、そういうようなことで、私たちがそういうようなことの存在であるということを見つめなければ、もう一度同じような道を歩んでいくということではないでしょうか。そもそも今日本にまず限りましょう。個人として全ての国民が個人として尊重されなければならない。でも本当に尊重されてるでしょうか。貧富の格差とか子どもたちの貧しさとか、こういうようなことが進んでいます。こういうような現実っていうものを見て、本当にもっとそこを大切にしなきゃいけないんじゃないでしょうか。そして先ほどのところで言えば、その第13条についてはですね、このような案がで、全ての国民は人として尊重される。皆さん分かりますか。ここが抜けてるんです。これ自民党案です。2012年に、
出された改正草案ではそうなってこう取ってます、わざと取ってます。個人というもの、一人一人が何を考えるか、何をするか、何を信じるか、それをそこへ問われているわけです。そしてこの、まあ、今の憲法でもですね、じゃあみんな勝手にしたらいいかという段階だと言ってるんです。公共の福祉です。公共の福祉が何を意味するかというのはいろいろあるところですけども、それがこの案では公共の福祉を公益および公の秩序となっています。公益の秩序、公益というのは何なのか、公共の福祉じゃない、福祉じゃない、公益、まあ簡単に言えば国益です。で、国家の秩序、そうするように提案しています。でもわざわざ憲法を変えなくてもそんな法律っていうのがもうできてるんじゃないでしょうか。組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律、どうですか、去年ですね、出てきます、いわゆる共謀罪、テロ対策、まあ、これについてはですね、2017年の7月11日付で、日本カトリック正義平和協議会の勝瀬市長が出されたもの、これ皆さん手元にあります。街が小さいですからですね、お店で、まあ、拡大しておかないかですね、お読みください。また憲法9条第9条にはいわゆる自衛隊の実行というものを入れようということが言われています。私やはりまず大切なのはいわゆるじゃあ日本の軍隊というものを含めて一体どのような存在で何をしてきたのか、これをしっかりと見つめる、見据えるということ、そこが必要ですね。先ほど言った虐殺の話、これもちろん、規模は南京虐殺の方が大きいわけです。でも調べてみるとあっちこっちでやっているということですね。それから略奪、強姦、あるいは性奴隷、いわゆる従軍違反、軍隊が動くところに従軍や将軍、まあ、こういうようなことで一体どういう軍隊だったのかという根本的にです、ね、それをしっかりと見つめないでまた軍事力を作るというのは大きなことですね、問題であるわけです。まあ、この点については司教団の戦後70周年の、メッセージ、平和を実現する人は幸い、今こそ武力によらない平和、これぜひぜひお読みください。本当にこのただの資料ではなく祈りながら考えながらお読みになっていただきたいと思います。そしてこのもう一つは資料にあります2016年4月7日付常任司教委員会が今こそ武力によらない平和を安全保障関連法の施行にあたってお読みください、これはまあ、ここでいわゆる集団自衛権を問われています。で、まあ、第9条に、ですけどやはりこの自衛隊の存在はですね、第9条というものがあって自衛隊というのは日本の、まあ、防衛力、今の9条のもとにあって、規制を受けながら、違憲だからやめてしまえとかですね、そういう話じゃなくてですね、やはりいつもこの戦力というものは、
をコントロールしていかないとどこでも難しいことになる。軍事力だけじゃなくて戦争って言えば儲かる人たちがいるわけですね。莫大な利益をもたらします。無線時1個よかったりとか、とにかくそういうようなことで、やっぱり戦争というものが一体何なのかということを、戦争そのものをしっかりと見ていく必要があります。そしてまたごくごく最近、2018年の2月22日ごく最近、司教団は、内閣総理大臣に対して、天皇の退位と即位に際しての政教分離に関する要望書を出しています。出たばっかりですね。で、要するに皇室がの私的宗教行事である、いわゆる大乗車、大乗車に国費を支出している。それから三権の長官が、長がこう出席している、あるいは国事行為である即位の礼にも宗教的、伝統儀式が導入されているということです。そこで、国事行為と皇室の私的宗教行事である皇室祭祀の区別を明確にするようにと求めています。で、理由は何かというと、日本国憲法の政教分離の原則は、日本がかつて天皇を中心とした国家神道の下で戦争を行い、アジアの人々をはじめ世界の多くの人々の人権と平和を侵害する歴史的な反省から生まれたものです。この不幸な歴史を決して忘れず、私鉄を踏まない、ようにいこう、そういう責任が政府にあるということを言っています。この歴史について、憲法についてですけれども、四旬節です。四旬節で、四旬節は、まあ、新たに洗礼を受ける人の準備の期間でもありますけれども、やはりイエスの受難を私たち思うべきです。ポンシロピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死に葬られ、3日目に死者の力が復活した。これは私たちの信仰の根本です。死と復活というのは並列にあるのではなく、まずイエスの死の出来事というものをしっかりと前提にしなければ。そして福音書、4つの福音書はそれをしっかりと受け止めていく、しっかりと、それぞれ観点は違いますけれども、イエスの死というものをしっかりと受け止めて見据えています。私たちにとってもイエスの死を思うことはそんな楽しいことではありません。よく十字架のこのなんかペンダントつけてると言いますけど、その辺でそういうものじゃないです。まあ、そまででもない。本当に処刑の道具ですね。イエスの死と苦しみの奥深い原因は私たちの罪です。全人類の罪ですけど、私たち一人一人の罪であり、それぞれの民族や国家の罪でもある。私たち一人一人がイエスを苦しめ殺していきます。私たちのさまざまな共同体がイエスを苦しめ殺していきます。全人類がイエスを苦しみ殺していきます。でも私たちの苦しみもイエスの十字架につながっています。私たち一人一人の苦しみがイエスの苦しみと
つながっています。私たちはさまざまな段階の共同体の苦しみもイエスの苦しみとつながっています。そこに私たちのまた復活への希望があります。一体の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛ります。ヨハネ福音書。一体の兵士というのはどれぐらいの軍隊なんでしょうか。どれぐらいでしょうか。ここで使われているギリシャ語スペイラという言葉はローマ帝国の600人隊を意味して、まあ、300人か600人が歩兵のですから千人隊長までもやってくるわけです。それから下役たちは大祭司の監督下にある神殿の警備隊です。イエス一人を隣に捕まえるために。当時ユダヤはローマ帝国の支配下です。圧倒的な軍事力の支配下であります。イエスの逮捕はイエスの、そしてその苦しみは植民地という悪の力、その軍事力の力のもとで始まります。イエスの苦しみは植民地支配で全ての人々の苦しみ、軍事政権で苦しむ人々の苦しみと一体となっています。また不当に逮捕された人たちの苦しみと一体になっています。大祭司は衣を裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いてどう考えるか。一同は死刑にすべきだと決意した。引用はマルコ福音書からです。イエスは神を冒涜する者として死刑判決を受けます。イエスは自分たちの宗教や思想のみが絶対であるという社会の悪のもとに置かれます。また自らに対する批判を許さない権威の悪のもとで苦しみます。イエスは信教の自由を奪われた人々と苦しみを共にします。また思想や良心の自由、信教の自由が抑圧されたり奪われた人々と苦しみを共にします。ピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。これはヨハネ福音書から。イエスは暴力という悪のもとで苦しみを受けます。イエスはさまざまな形で暴力によって苦しめられている人々と苦しみの連帯を持ちます。家庭内暴力でしょうか、いじめでしょうか、拷問でしょうか、レイプでしょうか、言葉による暴力でしょうか、ヘイトスピーチでしょうか、そのような力によって苦しむ人々と共におられます。アレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担ぎ捨てた。ローマの兵士たちはシモンを強制徴用します。イエスの苦しみはシモンは強制的に無理に参加させられ、植民地ではあるいはさまざまなところで多くの人々が強制徴用、強制連行されました。彼らの苦しみはイエスの苦しみと深く結びついています。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。ヨハネ福音書から。イエスは身ぐるみ剥がれ、持てるものすべて奪い尽くされます。本来持っているものを奪われた人々の苦しみ、文化的生活を送るための手立てを奪われた人々の苦しみ、焼き尽くされ奪い尽くされた人々の苦しみはイエスの苦しみでもあります。イエスを十字架につけたのは午前9時です。罪状書きにはユダヤ人のと書いてあります。十字架刑は当時の
ローマの凶悪犯、そして特に奴隷に対する刑罰でもありました。イエスは十字架につけられて死刑となります。それは死刑となる人々の苦しみ、そしてまた奴隷のそして自由を奪われた人々の苦しみ、軍隊の施設で将兵に酷使された性奴隷となった女性たちの苦しみ、そのような苦しみを共にします。イエスは乾くと言われたヨハネ福音書から取っています。皮膚が垂れ下がり服もボロボロになった人たちが言いました。水、水と言いました。水を飲むと死んでしまう、そのように言われて、飲ませてもらえなかった、そのような人たちがこの広島にいました。昼上12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイレマサバクタイ、これは我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかという意味です。イエスは大声でお出して息を引き取られた。マルコ福音書から取られた。絶望の中にいる人たちのその苦しみ、それをイエスは共にされます。私たちが真に十字架をさまざまなところで考える、見つめる、発見する中に、私たちの復活の喜びがあるでしょう。